元気寿司株式会社は、回転寿司レストランを経営する日本の企業である、東京証券取引所第一部上場、2015年6月17日に、新名の子会社となった、東日本を中心とする、日本国内で順定価格の回転寿司チェーン、元気寿司、100円均一の低価格回転寿司、魚鍋、中級価格の回転寿司、千両などの店を、 展開している。1990年代より、元気寿司の店名で、米国ハワイ州に直営店、香港、シンガポール、マレーシア、インドネシアでは、フランチャイズ形式で、海外展開をしている。1968年に、白石義明によって創業した、原禄産業株式会社の回転寿司、回る原禄のフランチャイジーとして、斉藤文夫によって、宇都宮市で創業。その後、 同業の株式会社元禄と商標利用契約を締結し、元禄寿司に称号変更、モータリゼーションが進んでいた栃木県の特性を生かし、業界でいち早く郊外型店舗の出店で業用を拡大。1990年に元気寿司の称号で展開を開始した、価格別に皿の色を変える方式を発祥させ、同方式は同業店でも広く採用されている。 社内教育制度として、寿司大学を創設、回転寿司のエキスパート要請に力を入れている。日本国内では、東日本を中心に店舗を展開しており、市町村別で見ると、元気寿司、魚米の店舗は、創業地である、宇都宮市内が最も多い。2015年現在100円均一店ブランドは、魚米と寿司温度があるが、メニューは、 完全に同一のものである。また、寿司温度に関しては、魚べに入れ替わる形で、一部で、寿司温度から、魚べへ、看板の掛け替えを行った店舗もある。2015年現在、新規開業する魚べブランド店舗は、回転型コンベアを設けずに、特急レーンを2段以上設置したのみのタイプの店舗となっている。また、既存店舗でも、 同様のタイプへ一時休業を伴った大規模リニューアル工事を順次行っている。直すし温度に関しては2015年現在、栃木県那須塩原市の1店舗のみとなっていたが、魚部への改装のため2016年1月末をもって一時閉店し、広報1、寿司温度店舗としての営業は全て終了した。1998年に、グルメ、キネアと、 業務、資本提携を締結。2000年には、同社創業者一族が、当社代表取締役社長、会長に就任し、創業者は事実上追放となった。2012年には、新名が、筆頭株主となった。2013年11月29日、同業、第2位でカッパ寿司を運営する、カッパクリエイトホールディングスと、早ければ来年度中に経営統合をすることを、 前提に業務提携すると発表した広報に。しかし、2014年10月2日の日本経済新聞にカッパクリエイトとの経営統合を一度白紙撤回し、カッパ社はコロワイドからの株式公開買い付けなどを受けることを計画していることが報じられた。その背景には、両社の筆頭株主であった新米ホールディングが、 事実上温度をとって、経営統合を進める予定が思うように進まず、活発紙寿司の客足が低下していることを挙げている。元気吉司側は同日、検討、期間決定した事実はないとしていた。広報3、同月27日に、業務提携解消を正式に発表した。広報4、2015年5月13日、新米ホールディングは、実質支配力基準により子会社となる。 株式所有割合40.0%超を目指すとして、株式公開買い付け実施を発表。6月17日をもって、新米ホールディングの子会社となった、東部店に予定、広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、ありがとうございます。